さあよろしくお願いします。離れましょう。クイックタックから噛み合っていきますと、まずいこれ。カバチェン成功しなかったら、ああこれ痛いよすごく。やぶね、なんとか耐えていきまして。どうしよう、タックルから引くか。ちょ、必殺やめて、必殺やめて。さっき打ったからな。ああ死んだ。どうもポンシラーです。今回はついにシャロットがブルーになったということで使っていこうと思います。このキャラはビーストみたいなユニゲを持っていて、これがマックスになるとよだめがアップして泥速2段階、さらにはカバチェン無効で殴れるんですよね。パーティーはこんな感じの髪の毛パーティーですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは。お相手さんもシャロットがいますね。さあ赤にジレンがちょっときついんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。お相手さん、なんだ、なんですか、お相手さん復活悟空出てきましたね。ねえ、オッケー。さあコンボもらいまして、ここはシャロットくんで殴っていきましょう。カバチェンはしてこない、外すか。オッケーオッケー、めちゃめちゃいいもの見れた。さあ変身してどんどん外して打っていきましょう。ええ何今の、あれじゃなかったの、カバチェン外しじゃなくてカバチェンキャンセルみたいな。さあお相手さんもシャロットにキャラチェンしてくる。なんだこの格好、赤い格好悪い。格好よくはないぞ別に。ちょっと削られすぎちゃったんで HP 回復したかったんですが、待ってこれ最強かシャロット。お相手さんのシャロットが最強なんだけど。俺の出番だ。まずい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 、ソカツ行きまして、うまくないか、マジでやめて、本当にやめて。泥速に段階シャロット、オッケーオッケー。ライジング打ってこなかった。いやカバチェンするしかないよなこれ。いやまあまあでもシャロットくんならワンチャン逆転できる。オッケー、必殺打ってくる、耐えたよ。メイン切るかこれ、噛み合ったら怖い。集中しろ、マジでお相手さん、マジでお相手さん凶暴化しとる、凶暴化して、なんでそんな特殊あるんや。射撃相殺して2連で打って OK 入った。とりあえずここは究極まで打ちたかったんですが、そっちが出てくる。だけキャンガルして OK。 いやこれ全然あるぞ。さあしっかり復活悟空をぶち飛ばしていきまして、特殊があるんでうまいこと攪拌をもらいたいんですが、 OK もらえた、いいよ。これ痛いやろ、いっちゃいましょう。オッケー、ワンチャン飛ばさん、ワンチャン飛ばさん、いけ。うわ惜しい、でもめっちゃ強い、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、悪くない。突っ込んでくるか、回避回避して、オッケー、アーマーでも死ぬ。オッケー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 、アーマーキラーあったよね確か。これ避けてライジングは相殺しましょうか。オッケーオッケー。さあこれ勝たないとまずい、マジで集中します。どれうまいぞ、よし、しっかり勝っていきまして、オッケー、お相手さんのシャロット強強強強強。さあ打撃から打って、こっからカバチェン無効つきます。よし、しっかりぶち飛ばしていきまして、びっくり見えんかな、見えない。射撃だったらかぶせたいんですが痛い。オッケー、かぶせていきまして、これワンチャン落とさん、いや落とさないか、ただめちゃめちゃいいダメージあるよ、勝てるよ、跳ねて、オッケー、最速取れたんで勝ちですね。よし完璧じゃん、よし飯でも食いに行くか。いやこの試合は序盤かなりきつかったんですが、シャロットくんの超火力のおかげでなんとかまくることができましたね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは孫一族パーティーですかね。さあ前回モリモリ極振りがかなり強そうなんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。速射いっちゃいましょう。オッケーオッケー、噛み合っていったんですが待機不要が優秀すぎる。ここは外して特殊打っちゃって、カバチェンはしてこない。ただカバチェン向こうつくんでこのまま殴っていきましょう。もう一枚引けるか、オッケーオッケー。さあめちゃめちゃいいダメージ、射撃も打っちゃって、オッケーオッケー、噛み合っていく。ただアーツがない、入れ込みはしてない、まずいまずいまずい。変身してこれ回避回避でいいと思うんですが、オッケーオッケー、しっかり決めていきまして、パンちゃん出てくるかな、オッケーオッケー、出てくる。さあユニゲをどんどん貯めていきましょう。強いぞ、いいぞ、ユニゲ溜まる前からめちゃめちゃ強い。いやただ気力減少がちょっと優秀やな。さあこれ必殺ぶち込めればすごくでかいんですが、ダメだ、してくる、気力が全然ない。回避音聞こえないか、いや回避音見れよ。オッケーオッケー、決まっていきまして、これ止まんなくないか、カバチェン向こうついてるんで、はい、しっかりパンちゃんを落としていきまして、ワンチャン射撃打って、あなくなった、特殊いっちゃって、うわと止めてんのか、うまっ。ただここはユニゲで時間稼げる、
射撃撃っちゃって痛い、ワンチャンアーツ撃ってこない、すごいタックル、跳ねて跳ねて、クイックアタックからタックル回避にしとくか、とりあえずタックル回避から射撃撃ってメイン切っちゃって、いや回避アーツしてくんないか、今の最速取られんのがちょっと怖かったんですよね。まずい、単発で抑えておいてキャラチェンしとくか、危ない、ねえ何入れ込みじゃないの、あバニ回復優秀、バニ回復優秀だよ、いやいやすごい独特、さあ身勝手で時間稼げますね。タックル回避引くか、タックル回避から射撃打って何してくる、えあバニあんのか、一応いやこれ当たっとくか、一応怖いわ、ちょ痛すぎる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 、タックル、あーもう何それやめてよ、急に表現するやん、まあここはウィスさん捨てていきましょう、うーんここどうしようかな、特殊切ってびっくり見えんかな、見えないか、タックル回避引きましょう、タックル回避から射撃打って U字ムーブしましょうか、オッケーオッケー、しっかり決めていきまして、強い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 、ドロ速2段階やばすぎ、え最強キャラか、最強キャラか、オッケー特殊引けた、待機短縮じゃなくて待機付与入れて落としていきましょう、はい最強いいよ、さああとはライジングぶち込みたいんですが、こいつライジングぶち込めないんだった、タクラ当たってよくて、あーやばい、これライジング打てないんだもん、ゴクフリに対してこれ全然負けるぞ、こっから、いやでもシャロットでワンコン取れたら、お耐える、耐えた耐えた、ナイス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 、さあお相手さん場にないんで当たるよね、オッケー、さあ泥速2段階シャロットで殴っていきましょう、いけるお前なら、オッケーオッケー、頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞいいぞ、めちゃめちゃアーツ持ってこれる、ここは特殊で気力回復するよね、さあ必殺いっちゃいましょう、ワンチャンお父さん、おれいきます、なんで、あー死んだ、いやぶね、いや待ってこれどうしよう、アーマーで死ぬやろこれ、あぶねマジであぶね、なんだもう終わりかよ、まあまあまあ勝てたんでよしとしましょう、いやこの試合はシャロット君の泥足2段階と特殊の待機付与がかなり活躍しましたね、対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは劇場版編パーティーですかね、さあクーラがいるんですが、これ出てくるのかな、さあよろしくお願いします、お相手さんはクーラいませんでしたね、なんか入ったぞ、オッケーオッケー、さあコンボもらいまして、ここは外して特殊打っちゃって、オッケーオッケー、さあここはコンボ外しできたんで必殺でいいでしょう、これ強いよ、やばいやばいやばい、身勝手が強い身勝手が強い、さあ特殊がまたあるんで、核反をもらいたいんですが、アーツ押してきてくんないか、暴発はしない、回避見て射撃打って変身しちゃいましょう、まあ、特殊も切っちゃって、回避音聞こえない、一回単発で押さえておいて回避してたか、どんどん射撃打っちゃいましょう、友人ムーブで、うんなんだ、メイン切ってくるよね、単発で押さえておいて、まだ待機回ってないと思うんで、どんどん射撃打っちゃいましょう、オッケーオッケー、いや気力減少も強いし、アーツもない、あっとまずいねこれ、まあ、それはこのまま受けようかな、ユニギ解放するときに HP が回復するんで全然いいでしょう、あー身勝手着地で、おおキャラチェン回避読みか今の、さあユニギ最強、オッケーオッケー、ユニギで受けていきまして、打撃アフって噛み合った、でかい、いやこれ出てくるよな多分、オッケーオッケー、怖い怖い、さあコンボもらったんでこれ止まんなくないか、ユニゲたまるよね、オッケー、いけ泥足2段階、最強最強、待機付与入れてるんで落としていくと最強か、マジで最強か、メインも切っちゃって、さあこれでまた待機付与がつけれるんです、がやめろ、俺アップね、マジでぶっ殺すぞ、マジで怖すぎる、オッケー、お相手さんワコさんと、いややばい、ちょっと最近口悪くなっちゃうんだよな、マジで申し訳ない、対戦ありがとうございました。
ということで今回はブルーシャロットで暴れていきました。まあ、やっぱりビーストに似ているユニギを持っているのでかなり使いやすかったですね。このキャラはストーリーを進めるだけで誰でも簡単にゲットすることができるのでぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では